奈良屋重左衛門は、江戸時代中期の江戸の材木将である。通称なら茂る。聖は神田四代目勝豊が知られ、勝豊を初代とする数え方もある。奈良屋は、勘永年間以降、大々江戸、深川霊岩島に住んだ。江戸政後六十条によれば、初代勝吉、二代目勝美三代目豊勝までの重左衛門は、裏棚住まいの社府内氏は、 小揚げ人足などをして言われるが、四代目が体制した後の遺書書きで誇張が含まれるとも指摘される。四代目勝とよ。昭徳四年六月十三日は二代目、重左衛門の子。陽名は重松、あるいは平助号は安久材木問屋の宇野屋に奉公し、江戸政子六十条によれば二十八歳で独立。材木賞として、明暦の大化や、 日光島将軍の改築、将軍、綱吉の自社造営などを契機に御用商人となり、一代で急成長したという。吉原の遊女を見受けするなど、紀の国や文在門に対抗して、宝刀の限りを尽くしたという。その後は材木商を廃業し、家屋敷を買い集めて、時代収入を得る。勝豊の子である五代目公共法十年九月三日、と、文家した弟、 マサルヤの第二遊郷で加算を使い果たし道家の経営は衰退したという。六代目マサルヤは五代目の兄公の没後に後を継ぎ、細々と旅屋をしていたようだが、それでも1744年には幕府から開埋を命じられており、七代目の頃にも江戸町会所で有力商人に挙げられている。子孫は大正年間まで戦住で七夜を営んでいたと言われる。ありがとうございます。